バレアルの両下部経験の選手がカンテラの違いをぶっちゃける。レアルマドリーとバルセロナの両クラブのカンテラ下部組織に在籍した選手たちがその違いについて語っている。バルサは選手たちを自分たちの哲学に当てはめて担当する。一方のマドリーはもっと一般的な育成をしている。だからマドリーを退団した選手は他のチームに適応しやすいんだ。バルサであればずっと一つの方法でプレーし続けるわけだからね。才能ある選手をより目にしたのはマドリーよりバルサのカンテラだった。マドリーだってアリバス、ニコパスみたいな素晴らしい選手たちが出てくるけど、結局トップチームでプレーする可能性がないためにクラブを出ていくことになるんだよ。レアルマドリーのカンテラーノは欧州5大リーグで44人、全世界の1部リーグで93人がプレーしているのに対して、バルセロナのカンテラーノは欧州5大リーグで63人、全世界の1部リーグで136人がプレー。適応及び活躍ぶりはともかくとして、排出数ではバルセロナが上回っている。マドリーのカンテラはトップチームとは別物。その点バルサはトップが欲しがる人材を供給するためにカンテラを鍛錬してる。なるほど。トップチームに昇格できなかった選手のキャリア比較したらどうなんだろう。マシアがより優秀な選手を多く輩出するからスペイン代表がバルサに近いプレースタイルになるよな。バルサ下部は多くの選手が現役選手を押しのける自力を持っている。使われればカサドのようになれます。クラブのスタンスの違いだな。ラマシアはトップチームの重要な戦力源に対してラファブリカは在籍してる子たちをプロにすることが目的でトップの戦力としては基本考えてない。マシアはトップから一番下まで一貫して同じシステムでメソッドを叩き込んできたのに対して、ファブリカはそこまでの統一はされていない。モーリーニョ時代には B チームすらトップとの統率が取れてないと問い題になったわけだし。マドリーの下部組織の方がトップチームデビューをするのが難しいと思う。常に潤沢な資金でワールドクラスをスタメンに補強し続けているからね。バルサは文化として下部組織の選手を積極的に登用していくよね。常にワールドクラスを育てているバルサの下部組織の方が優れている気はするけど、ここ数年お金がなくなったので仕方なくカンテラ起用してみたら大当たり。もう外部から取り込むのは前線だけでいいような気がする。最終的にラマシアの方が出回ってるのがなんとも。